皆さんこんにちは、パチスロ秘書ガイドの諸角源三です。さあ今回はですね、久々といいますか朝一からの実践です。この番組はいつもね、最初なんか変なことやらされますから、今回のカレーアボはですね、なんと高級時計を買おうの第2回ということで、おはようございますおはようございます。ちょっと入ってくるタイミング考えてください失礼しました。はい、まあというわけで、まあ、今回、高級時計を買おうのね第2回ということなんですけども、一応ゲストに来ていただいております鈴虫くんさんです。よろしくお願いします。おはようございます、鈴虫くんさんですちょっと時計が欲しいなって。今つけてる時計って何ですか？データバンクです笑うのは失礼でしょうこの企画はモロゲンがパチスロ勝負の勝ち分を積み重ね、高級時計を手に入れるまでを追った長期にわたる物語である。私モロズビーゲンズブルはこちらロレックスのエクスプローラー1を買うために、なんとかパチスロで金繰りをしたいと思います。頑張ります。で、前回がとりあえずは2000枚ぐらい買ったと大丈夫だ、間に合うの？いや僕も分かんないですよ。ただなんでゲストが必要なんですか、この企画に。まあ、考え、今俺が言おうとしたの。いや僕助けに来てやったんだこのまま、この企画は僕一人でも成り立つわけじゃないですか。いや 1×2 だよ。え、じゃあ勝った分は合わせていいんですか？いや、それは架空でね架空のなんで架空マネーとして。架空とか汚いっすよ、番組上で。バイ、それ俺の財布にバッて入れさせてもらう。なんだったら俺も買うよ、俺も買うよ。何を？エクスプローラーセカンド。セカンドとかないから別に。ワンセカンド、ツーはあるけど。今回モロゲンと一緒にやりたい、はい、欲しい俺もこの企画を。じゃあ何ですか、その今後この企画にまたこうやって出てくるってことですか？そうで、俺もうちょっと安いのでいいからじゃあもうこの企画は鈴虫さんが準レギュラーみたいな感じで出てきて、あ、そうだ、一緒に力を合わせて時計を買うっていう形ですか？そうだ、乗り打ち形式でな。でもお互い収支は別々なんですよ、収支換算は別々にするんですよね。え、あ、そうだちょっと待って、一緒に、ちょっとぐだってきた、一緒に買おう、一緒に買おうよ。まだ、じゃあ収支は別にして、お互いじゃあ高級時計を目指す別でも収支別だったらお前勝手にやってるってことだよねそのプライベートで勝手にやってるってことそうです、ね、何かやっぱりお助けしないとはい、じゃあというわけで、とりあえず今回このルールとしては、まあ、鈴虫さん参戦していただいて、多分まあ何かしらこの番組の中で、僕がその時計をね、ハメにふさわしい男かどうかっていろいろやってくるっていうね、そういうのをなんかアシストする役目として、今後この企画に一緒にご協力いただきます、はい、さあというわけで、今回はまあこの番組本当久々のね、朝一からの実践でございます、見せ場たっぷりでお届けしますので、お楽しみください。よろしくお願いします。モロゲンのパチスロ華麗なる野望。今回実践にお邪魔したのはマルハン日野店さん。今年2月にオープンしたばかりの綺麗な店内にパチンコパチスロ合わせて900台以上を取り揃えた超大型店です。白石を行います、お願いいたします。おお、マジか、はい、おお、来た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 、まあ、格の差が出たね、俺の方が2だから。2番と3番です。並んでいきましょうか、うん、ね、あるわけじゃないけど、とりあえず、うん、せっかくなんでモンキーでいいでしょう。今日奥でいいよ、出てる出てね関係ねえだろ。この企画割とガチなんで。そうだな、あの他の台もちょっと今のうちから見ときます。あ、前日の最終メモしとけなんでそうやってちょっと待ってるんですかちょっと初めて来るお店なんで、できるだけ朝一の情報をいろいろちょっと仕入れとかないと。可愛い店員でも見っけだろうな。いや、モンキーが一番人気だな。とりあえず、まあ、モンキー打ちます。モンキー打ってどうなるか。さあというわけで、並びでパチスロモンキーターン2が取れましたので、これを打っていきたいと思います。朝一まずは唯一行くかどうか、その辺注目したいんですけど、僕の台がね、前日最終が3ゲームで、スムシさんは、ね、前日両方とも即やめなんですよね、SG5。あれ？ただ他の台を見る限りではリセットはかかってるっぽい。リセットだよね。おお、1ゲームだよ。結局今日は何枚目指せばいいの？まあ
とりあえず残ってるのがですね、この企画はトータルで一応3万枚を目指そうということになってるん で前回が1900枚だったんですよ、プラス。なんで残りが、2万8100枚。じゃあ一発でいける。全長始まってる。一発でいける。え、2万8000枚が。おー、えらい。あ、当たる、これ当たる、当たる、めちゃめちゃ当たる。16ゲームこれ直当たりじゃないの。いや、当たる当たる当たる。直当たりじゃねえか。直当たりっていう言い方おかしいけど。ほら、えのきさんでもこれ勝ったやつだ。3ゲーム目、必殺を出なければ。あー、来た来た。20ゲームです。さあここから、さあ行きました SG ラッシュでね、ここで必要になれるアイテムデータバンク、僕が愛用してる時計です。あ、そうなんです。ちなみにあのこの SG ラッシュは通常と違って変速打ちできるんですけど、僕はねあの結構逆押しが好きです。で逆押しの場合は右レールに青島バー狙って、こうやって枠下まで青島逃げればもうリプレイ近くです。通常時は何でもないゲームですけど、例えば旗の全速中にあれが出ればどのエース絡んでようがセーフ一角になるんですよ。だそういう楽しみ方をしてもらえれば、なんか SE ラッシュもね、なんかいつもと違うゲームで楽しめると思います。近くです。青島がもう枠下下まで逃げてますよね。でこの場合は逆遊びで、これで弱中は強中で中にいる V 狙って、多分ねこれね V が中段に止まれば強中なんですよね。だからこれは弱中じゃないかな。あ、熱い熱い熱い、始まってる。マジか。データ版、データ版。あ、全長したよ、ほら。とりあえず全長。ね、全長来たけどさ、リセットかどうか分かんない。なんでちょっと怒ってるの。ことでしょ、3ゲームやめっていうのは。そうだけど、イバリなんてようやく気づいたよ。これで126とかでエースが折れば3ゲーム達しても1、2敗以内になってないからいいんですけど、じゃあこれトータルの113ゲームでしょ。優位性君にしたらちょっと遅いですね。だから多分これ全然分かってますね。それを今言ってたんだよ。お前なんで隠していく。わかんねえ、これわかんなくない。あ、あ、それ、ちょっとかかってます。あ、とりあえず、あれだ、終わるとこまでリセットは1リッパー、これだともう129になる。今、据え置きだとしたら129で終わってるとなるので、これだからこれはもうリセット濃厚と。ちなみにリセット後は、リセットモードに移行して必ず512ゲームまでに AT 当選となります。まあ、結構500とかに当たるんだよな。全長起こんないですね、200の手前。え、全長起こんないですね。ああ、お腹が空いて力が出ねえ。アンパンマン。これガンバワンバン
さんって大体上乗せなし単発で終わりますよね。大体分かってるでしょ。そうなったらどうするんだよ。大体そういう感じじゃないですか。マジでそうなったらやべえだろ。マジいい加減当たれや、そろそろ。はい、ここで実践の途中ですが、はい、早速ミニコーナーをバサバサ挟んでいきたいと思います。珍しいですよね、スムシさんの仕切り。時間もないんで、もうどんどんいきますよ。はい、お願いします。ご用意してきましたか。いきなりです。ででん、まあ、一種のステータスなんてね、
もうステータスです、ね、言いますけど、うん、モルゲンさんもこれに例に漏れず。そうですね、まあ、そのもう僕も来年30ですから、やっぱその、まあ、ファストライターではまあ若手の部類とはいえ、うん、世間一般でも決して若くない年齢なわけですよ。まあ、もうその一般企業に就職してれば、その部下とかが実際ね、そうそうそう、うん、もう中間管理職ぐらいはもうね、なってる、多分なってる方いっぱいいらっしゃると思いますんで、そこでね、なんか980円の時計してるわけにもいかない。980円はないけどいや、まあちょっと、ね、まあそれなりの、まあ、ちょっと飲みに行ったりとかして、それこそちらっと見えるその腕から覗く時計がやっぱりかっこよくないと、うん、そう、別にそれを見せびらかすとかじゃなくて、その自分に対して そのなんかステータスですよね、まさに今。ああ、なるほどね、うん、そういうので、まあ欲しいかな。それは分からなくもないですね。はい、なんですかその言い方。いやいやいや、一般的な意見だと思いますよ。うん、ですよね。これ異論はない、今の回答100点満点。え、じゃあ鈴虫さんは、はい、なぜだと思います？男がこの高級時計欲しがる理由ってのは。いや、女性が寄ってくるかもしれないじゃないですか。あ、お金持ちなのみたいな。そういうなんかセックス的なものでしょ。そう、セックスアピール。それはしたいからでしょ。いやいや、僕これが全てだとは思わないけれど、うん、そういう意味も含めてるんじゃないんですか、世の男性諸君は。でも鈴虫さんもだってもうちょっとこう身なりとかも毎回毎回ちゃんと例えばワックスつけとかしないと、うんうん、それこそなんか闇金業者がつけてる金ピカのロレックスとかそういう風に見えますよ。いやいや、そんなことないよ。だそういうのはやっぱもう見合う男にならないと、まずちゃんと。そうですか。つけたがるのか。だからね、そういうことじゃないだろう。そうそうですね、そういうことじゃないよ。なぜつけたがるのか、僕の意見はモテるためです。ちなみに鈴虫さんはこういうの興味あるんですか。時計ですか。はい、ないですね。なんで来たんですか今日。いやいやいや、時計はないけど、あのちょっと勝ちたい。パチスロで、ね、パチスロで勝ちたい。なるほど、ね、そういうことです。時計よりパチスロに興味があります。まあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。はい、こちらでも解決しました。はい、次はね、高級時計が似合う男の条件とは。何かあります？条件。まあそら、なんだろう。それはでもなんか身だしなみをちゃんとしてないと、うん、そのなんか時計が安く見えますよね。確かに、ジャージ着てロレックスつけたらいいかないもんね。そうそうそう、パチモンに見えるじゃないですか。ああ、なるほど。ちゃんと例えば、まあ、身なり格好もそうだし、うん、例えばもう髪の毛もボサボサ、ひげもボーボーみたいな感じで、うん、フランクミュラーとかつけてもって。塾長のこと？いやいやいや、そんなことは一言も言ってない。まあ塾長さんもおしゃれですからね。だからそういうところは最低限ちゃんとやんないと、時計がやっぱ品が落ちる。あれじゃない、時計に自分が追いついてないっていうのは良くないんじゃない。ああ、うまいこと言ったな。なんか今日違いますね。いや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 、まあでもそれもまあ80点かな。80点。100点のは何なんですか。じゃあちなみに高級時計が似合う男の条件じゃなくて、うん、高級時計に似合わせるみたいな、逆に俺に似合わせるとか、そういうこと今言ったじゃない。あ、そうですか。ちょっとこれは実際にはめてみないとわからないから、うん、はめた時に判定してもらおう、皆さんに。モロゲンがいざ手にして、あ、その似合う、うん、似合ってるかどうかっていうことですか。もしこの企画でそれこそ3万枚ちゃんとね、うん、貯めて出して、でそれで似合わないって言われてもシャレにならないですから、ね、いや、その時は似合う男になってるって。あ、もうあ、その実績があるから。そうだよ。あ、なるほど、いいこと言いますね。ようやく盛り返したら。そりゃあれだよ、その情熱が違うよ。まあそうですね。だってその時どうしたのって、いや番組でちょっと買いましたっていう、なんかそれがもう一つの形として残りますね。買ってもらったのとはわけが違う。しかも仕事で買ったって言っても本当に結果を残して仕事で買った、その過程が全部見えてますからね。そうだよ、こうやってもう証拠として残るわけですからね。そうそうそう、誰にも文句言わせねえ。まさにこれだよ、似合う条件ってそれだよ。モロゲン決まりました。仕事として、仕事をしっかりして、買った人がそれにじみ出てる、その時計に乗り移る。なるほどね。あ、よしよし、これでいこう。さあ、というわけで、うん、まあ、その高級時計が、ね、似合う男の条件とは、うん、もう先ほど言ったように、つまりは、うん、もうこの番組の中で、うん、僕が成長していけば自然とこの似合う男になるというわけですよね、うん、まあ、約ね、残りは2万8000万ぐらいとかなり遠い道のりではありますけども、うん、それを成し得た時には間違いなく僕は似合う男になっていると思います。階段登ってこうさ、一個一個。
これもらってよ。もうこの2人がいない。わあわあわあ。いやあ、たくさん絶対ない。バカンスの可能性あり。まあ、レース中のチャンス役は、継続が選ばれたらバカンスで、継続だったら、継続の書き換え抽選。
だと。上乗せしてくださいよ、もうちょっと。というわけで、まるでもう PV を見てるかのようなね、前半戦でしたけども、こんなにいい展開なかなかないですけどね。いや、特にモルゲルさんのはね、うん、すごかったっす、ね、50枚、投資50枚でしょ、いきなりポーンって 50枚、じゃもう実質16ゲームで当たってますから50枚使ってないですよ。全部見たよね、エースね、横で見てたけど。とりあえず見ましたね、うん、ただあの AAT 中、SG ラフ中の強チャンス目が実は1回もできなかったんですよ。で、逆押しの時って強チャンス目の時結構いいデメ止まるんですけど、それがちょっとお見せできなかったのが残念ですね。後半戦に、うん、そのいいデメというやつを、そう、そこは、まあ、お見せしたいところではありますけども、ただまあ鈴虫さんはまだ、そうそうそう、 SG ラッシュということで、うん、グランドスラムの夢を乗せて今7連目ですよね。7連目だから、ここが本当最後だよ。で、7連目って言ったら前作だと最低でも 50% でしたね。 50% そう、80% とかね、そう、でも確定してる分ももちろんありながらっていう感じだったんで、うん、まあ、グランドスラムがもしかしたら見るかもしれない、うん、もうモンキーダン全部見たんじゃないですか。買いに行こうぜ、先に買って先にも買っちゃうの。いや、でも本当に、うん、あのこの企画は僕は向いてるかもしれないですね。そんなモチベーション高いんだ。いや、っていうか、やっぱガチでやらせてもらえば勝てるんですよ。いや、そうだね。それをやっぱなんかくだらない企画を毎回毎回毎回させて、ただ朝から真面目にやれば勝てるんですから、皆さん。なるほどね。というわけで、はい、今回の華麗なレポここまででございます。また次回僕がね、いいところをお見せしたいと思いますので、ご期待ください。それでは皆さん、さよなら。さよなら。やってますよ。じゃあなんか言ってください。さよなら。さよなら。俺がモルゲンの欲しかったエクスプローラー。何？ワンワン。行け！よし！だ！おお！おお！せーの。今1時24分で時計が止まってます。